宜野湾ジューシージータイム。こんにちは、宜野湾 GCG タイムの時間です。この番組は宜野湾市社会福祉協議会の企画制作でお送りいたします。本日の相手は総務係テリアとボランティアコーディネーター宇野川と、ボランティアコーディネーター中山ですと山内さんです。よろしくお願いします。宜野湾ヒルズ通り FM 宜野湾のスタジオから生放送で午後5時までお送りいたします。皆様最後までお付き合いください。はい、私たち宜野湾市社会福祉協議会、通称宜野湾社協では、CCG の人と人とがつながる優しい街、宜野湾を目指し、宜野湾市の地域づくりや福祉の推進を行っています。はい、ありがとうございます、この番組ではメッセージを募集しております。メールアドレスが797@fmginowan.com、797@fmginowan.com、さらに、FM 宜野湾ではユーストリーム、そしてツイキャスでインターネット放送も行っております。さらにですね、サイマル放送というのも行っており、これはですねネットで音楽とかも全部聴けるという、本当にラジオでございます、アプリリスラジオダウンロードしていただいたらお手持ちのスマホでこのラジオ聴くことができますので、ぜひそちらからも、聞いていただきたいと思います。はい、皆さんお気軽に参加してください。はい、はい、それでは今日も張り切ってまいります。幸せをつなぐ宜野湾 GCG タイム始まります。一緒に出してないよな、けんちゃんは。そう変なことしてないですか。してないですよ。してない。一回社協職員が全員あの自己紹介するまでちょっと黙っといてもらえますかって言ったから。言われてる。いいキャラですよね。一人でボーリングしてくれた。ね、盛り上げちゃう。ボーリングをしてくれたんですよ。そうそうそう、素晴らしい。一人でね一人で何それ8月22日、宜野湾 GCG タイム始まりました。おい宜野湾市って言いましたね。宜野湾市って言いました、はい、宜野湾 GCG タイム始まりました、はい、この番組は宜野湾市社会福祉協議会の企画制作でお送りしております、はい、さてこの時間はふくふくトークになります。この時間は宜野湾市の福祉や地域活動についてお伝えしていきます。はい、今回のテーマはなぜボランティアコーディネーターお二人に来ていただいたかと言いますと、はい、はい、先週の、火曜日、水曜日14日、15日にですね、教職員の方対象に、福祉講座の方を行いまして、そちらの振り返りということでご報告させていただければなと思いまして、はい、参りました。はい、よろしくお願いします。教員、はい、教員先生の、はい、先生とか、そうです、職員の方対象にそうです、行った形ですね、はい。内容としては、まあ、どういうことを、まあ、具体的に行ったのかなというのもちょっと聞きたいんですけど、はい、
ですね、今回の福祉講座のタイトルをですね、うんうん、心の病の寄り添い方、精神障害の現状と受け止める視点についてということでさせていただきました。ちょっと例年ですとですね、なんかこの車椅子体験とか、うん、あのアイマスク体験というのをやっていたんですけれども、うん、ちょっと今回あのボランティアコーディネーターも2人新しくなりまして、はい、ちょっと違うものを作ってみたいねということで、うん、今回この企画をさせていただきました。はい、はい、ちなみにごめんなさい、はい、聞いていいですか、その前に、はいはい、ボランティアコーディネーターってどんなことをするお仕事ですか？うん、そうですね、これはそうですね、なんかいろ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 業務がたくさんたくさんたくさんあるんですけれども、はいはいはい、中山さんなんか黙っていらっしゃるので、あ、いえいえよろしければ。頭フル回転やったんですよ、ね、はい、もう本当にね、たくさんたくさん、まああれですよね、あのまあいろんなボランティアをしたいっていう人と、うん、ボランティアを受けたいっていう人を、うん、こうやっぱりこうベストマッチング、うん、はい、はい、やっぱりもうそれにね、僕らも仕事冥利に尽きるというか、日本語というかちょっとわからないんですけど、うん、はい、っていうような、はい、ことをやらせていただいてますね。はい、なるほど。はい、このボランティアさんの、そうですね、つなげるのと、あとボランティアさん養成ということで、うん、この福祉教育なども私たち担当しています。うん、でその中で、まあ、普段だったら結構小学校さんとか伺って福祉教育の講義をやったりとかするんですけども、うん、はい、まあ、その中で夏休み期間ということで、うん、教職員の方にこの福祉講座をしたいですね。なるほど。これは毎年定例で行っているものですか？そうです、毎年ちょっと私たちもあの今年からの担当なので、まあ、ちょっと何年ぐらい前だからかだったかなっていうのはちょっと今正確に覚えてないんですけれど、うんうん、はい、まあ普段この子どもたちに教えている車椅子体験、白杖体験など、まあ、例年ですと定例で、夏休みこのぐらいの期間に行っていたんですけれども、うんうんうん、はい、ちょっと今回この先生方のニーズっていうのも聞いてみたいなっていうところでですね、うんうん、やっぱりこの今結構発達障害だったり精神障害だったりという言葉も身近になってきて、やっぱり子どもたちの中にも発症する子が多いということで、そういった子たちとこの接する機会の多い教職員の方々にこういった接し方とかあのお勉強していただけたらなということで開催しました。なるほどね、はい、うん、具体的にはあのどういうことをあの講座の中で学んだのかなと思って聞きたくて、はい、はい、中山さん、ね、はい、中山さん、はい、ね、めっちゃ目ね、はい、あのそらしてましたよね、伏せてましたよね。そうですね、若干60度ぐらい下向いとったんですよ、はい、いや、そうですね、あの僕私たちもあのこうやっていろいろと、はい、あのこの講座をですね、うん、あのいろいろとこう打ち合わせも兼ねて、はい、いろいろと、本当にいざ当日はですね、うん、やはりそのあれですね、いろいろなこう見方をやっぱり特に中心で見方ですね、うん、特にまあ視点というところですね。そうなんですね、だからまあこれちょっと僕なりの解釈になるんですけど、はいはい、やはりあのなんかこうペットボトルも真正面から見たら例えばもうその方向しか見えないけど、うん、上から見たらまた違うし、はい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 、っていうようなこうやはり物の見方によって捉え方もこう全体的にあの変わるよっていうことの、うんうん、やはりこうやっぱりなんか普段から凝り固まった見方をやっぱ人ってやっぱしてるなっていうところがね、しますね、そうですよね、どうしても。そうなんですよ、僕もだからもうその講座やっぱりこう受けてやっぱもう自分も視点をたくさん持てるようになったかなとは思ってるんですけども、素晴らしいですね。やっぱりこの精神障害の方ってこうやっぱりお薬中心の治療とか今されてると思うんですけど、うん、はい、やっぱりその中でもこの対話っていうのすごく大事で、うん、このお薬だけではカバーできないところをやはりこの人との関わりの中でですね、うん、この改善されていくっていう例がすごく多いらしくてですね、うん、でこういった形でこのどういう風な見方をしてなんかこの例えばこの精神障害だったか精神疾患になったことを受け止めようかなとか、うん、例えば一見悪いって思われている状況でも何かこれを反転するといいことがあるんじゃないかなっていう、そういった視点の提供ということで、まあ、2日間の日程だったんですけれども、はい、まあ、2日間ともちょっとあの講師の方をお招きしてですね、ほうほう、普天間にあるハッピーワンさんっていう、はい、そういったあのまあ精神障害の方などのですね、まあ、憩いの場だったりとか、うん、そういったあの居場所を提供していらっしゃるあの施設の、はい、金浜さんという施設長の方に、うん、あのお話しいただいたんですけど、うんうんうん、はい、まあ、1日目が、まあ、ちょっと座学ということで、うん、ちょっとまあスライドなどを使って2時間半みっちりがっつりお勉強した感じで、でもう2日目がですねちょっと体験をしてみようということで、はい、2つ体験をしたんですね、うんうん、で1つが幻聴妄想カルタっていう面白いのが、うん、それ聞きたかったんですよ、はい、ちょっとあったんですよ、はい、幻聴妄想カルタ、うん、
ていうなんかこの、多分ちょっと今どこのっていうのを今ちょっとど忘れしてるんですけど、ちょっと内地の、あの事業者さんが作られたもので、うん、実際にこの例えばこの幻聴だったり妄想が見えたり聞こえたりしている方々の実体験をもとにこのカルタを作っているところがありまして、うんうん、例えばあとか、うん、あなんかもう本当にあれですね、例えばヤクザがなんか迫ってくるぞシリーズとかですね、とかヤクザに俺は追われてるんだシリーズとかっていうのをなんか面白おかしくカルタにしていて、それを実際にこのなんかみんなでこのカルタ遊びしながらどういった風になんかこの普段なんか聞こえたり見えたりしてるのかなっていうのを体験したりとかですね。で、あとはもう一つこの、ストレングスリフレーミングというもうちょっとカタカナなんですけど、うん、これがその視点の見方ですね、うんうん、なんかこの一見悪いと思えているものも何かいいことがあるんじゃないか、反転したら何かチャンスになるんじゃないかっていう視点のちょっとあの実践などをしていた感じですね、うんうんうん、じゃあその、うん、まあ、精神障害持ってる方も視点を変えたら、うん、まあ、こういういいとこがあるよとか、うん、そういったことにつながるということですかね、うんうん、この金浜さんのお話の中であったのが、うん、人とつながりたくて精神障害になるんだよっていう精神疾患を発症するんだよっていう、どういうことですか、つまりこの自分が助けてほしいっていうアピールですよね、うんうん、をする中で例えばこの助けてくれる人とつながるためにこういった障害になるんじゃないのっていう、はいはいはい、そういった見方ですね。なるほど、うん、逆にこの精神疾患になったことによって、うんうん、なんかこの新たな出会いがあったり、そこから何かステップアップできたりとかする人もいるよっていうお話ですね。じゃあ助けを、うん、求めているということで、うん、精神疾患になっちゃったりするんじゃないかっていうことですよね。ですね、うん、金浜さん自身もそうだったんですよね、うん、金浜さん自身も、うんうん、全然見えない、うん、あ、そうなんです、お会いしたこと あります、うん、はい、金山さん自身もなんか、思春期の頃ですかね、うん、に何か発症されていたらしくて、でその中でやっぱりこの金山さん自身もこの人とのつながりでこの自分が改善できたっていう体験をされてるんですね、うんうんうん、っていうところから自分自身も何かできることがあるんじゃないかということで今こういった活動されてるようで、うん、すごいですね。だから実体験がやっぱり元になってるので、うん、すごくあの話し方とかもなんていうんですかね、やっぱりすごく分かりやすくて、うん、あのその本人たちがどういう気持ちなのかとか、うん、あとあの別の見方ができるっていうところの話を前私も聞いたことがあって、うん、なんか、はいはい、とってもいいというかあの悪い面だけを人は見がちなんですけど、うん、それって結局あのその人にとって悪いと思っているだけで、うん、本当はその本人はそうは思ってない可能性もあるし、うん、またその受け取り方によって、うん、あの発し方それに返す返答の仕方も変えることができるよっていう話とかも聞いたんですよ、うん、やっぱそれ聞いた時にあなんかやっぱり凝り固まった先、うん、あの考えっていうのはなんか当たり前っていうのって人それぞれ違うなっていうのをすごくその時に勉強したなって私は思うんですけど、うん、金浜さんのお話を聞いて思ってて、ね、うん、まあ、この講座の中は私は参加してないんですけど、うん、以前の講座で聞いたことがあったので、うん、すごくなんかいいなと思って、うん、また金浜さんもいいんですよね、あのお話の仕方が、はいはい、本当になんかこの人の心をつかむのがすごく上手な方ですよね。うん、僕がですね前ちょっと自閉症の東田直樹さんっていう方かな、うん、本を出している方がいて、うんうん、この方の講演に行ったんですけど、この方、自閉症なんですけど、うん、このパソコンとかで自分の気持ちを出せるんですよ、うん、でその時に僕はそうしたくないけどそうしてしまう、うん、とっても苦しいって言ったんですよ、うん、もうそれ聞いて涙ボロボロ流して、もうみんなこうそういうあれやって、はい、やっぱりこうなんていうんですかね、そういったパッと見はなんかもう本当に裸になったりするんですよ、この人も控え室で、でどっか行ったり、なんていうんですかね、本当にこう着せ上げたりっていうのをやるんですけど、でも一方心ではやっぱりそれで苦しんでるんだなっていうのが分かってですね、やっぱちょっと見方が変わってくるなっていう、はい、そういう体験もしましたが、すごい、はい、すごかったですよ。実際、はい、どうしますか、すいません、実際なんか私たちは
まあ、それを思ったんですけど、はい、実際に受けたあの教職員の方々からの反応ってどうだったのかなっていうのもちょっと教えてください。そうですね、まあ、ちょっといろいろとアンケートなどもご協力いただきましてですねはいはい、はい、やっぱり皆さんこの何ていうんですか、同じようにこの見方が変わったとか、そういったイメージだったりとかですね、やっぱりこの先ほどあの山内さんからも例えばこの、ね、規制上げたりとか裸になったりって話ありましたけど、まあ、私たちからしたら一見変な行動じゃないですか、っていうのもその人にとってはこの異常な環境の中にいる中では、もう何ていうんですか、当たり前の行動なんだよっていうことを金山さんがおっしゃっていて、それに関してもああなるほどっていう、まあ、この変な状態と言われるものもこの人たちにとっては正常な反応であって人と関わりたいんだねっていう、ちょっとやっぱりですねこの、まあ、理解って言ったらちょっとね、あれかもしれないんですけど、教職員の方々もこの気づかされたっていう意見をたくさんいただきまして、もうあの開校してよかったなって本当に思いましたね。本当ですね、あとはやっぱりそうですね、この例えばこの実際あの関わる時とかもなんかね、このなんていうんですかね、この人のこのなんか歩みに合わせてっていうか待ってあげることも大事なんだねっていうことの意見がありましたね。はい、なるほど、素敵です、素敵ですね、はい、それではここで1曲いきますか、はい、ゆいさん、はい、はい、じゃあ曲紹介どうしようかなって思って、ちょっと中山さんに見ていいかな、プロテインさん、はい、私中山プロテインがですね曲紹介の方をさせていただきたいと思います。はい、それではですね、コッコの強く儚い者たち、これもう時間ないですね、途中で話しましょうか、う、ね、1番ぐらいで、はい、やばい、受けるのかな、誰、東さんで確認、あ、オッケーオッケー、来てるよ、なんか、次じゃあ、明けに今週の告知の、そうですよね、中山さんはちょっと突っ込んでもいいんですか？なんかそういう感じっすよね。そうですね。あのもうすごい変わった。できないの全然。本当ですか？高速球大丈夫。そうかな、本当ですか？意外と空振りとか。あ、本当ですか？あの追いかけてる。なるほど。いいキャラですね。いいキャラ。いいキャラ。ベロベロに酔っ払うと DJ になる。DJ になる。今度だからボーリング来てくださいね。十五本当に。ちょっと中山さん、いくつなんですか？僕はあの今度37。あ、意外と言ってんだ。意外と改め分かる。そうなんだ。そっか。じゃあ、すみません。若々しさの秘訣はプロテインかもしれない。あ、本当だ、ね、革命かもしれない。そう、行きますね、はい、さあ、お送りしている曲はですね、コッコの強く儚い者たちでございます、いいですね、はい、はい、ここで社協さんからお知らせがあるという、はい、はい、ではじゃあプロテインさん、はい、はい、それではですね、私中山プロテインがですね、はい、ちょっと告知の方をですね、はい、ちょっとさせていただきたいんですけども、はい、はい、はい、あのですね、早速24時間テレビですね、はい、あちらがですね、沖縄のテレビ放送よりですね、はい、はい、24時間テレビの、募金活動がございます、はい、はい、で、日時がですね、8月の26日の日曜日、はい、はい、お昼のですね、1時から3時ですね、うん、はい、三重宜野湾のコンベンションシティの方でですね、はい、はい、やらせてもらおうと。今週の日曜日ですね。あ、そうです、今週日曜日ですね。ちょっと告知がちょっとガタガタになってしまってるんで。そうですね、はあ、プロテインさんはその場にいらっしゃるんですか？あ、もう私あの黄色の T シャツを着てですね、はいはいはい、もう全力でちょっと、はい、やらせていただこうかな。全力でやらせていただこうかな。何とも全力ですね、はい、どんな風に全力でやるのかちょっと見ものですね。そうですね、これはもうちょっとね、乞うご期待というか、ちょっと今告知するとかはできないんですけど、はい、
はい、はい、CM でも、今放送しているのでこの24時間テレビの募金の、はい、についてはですね、はい、でこの募金って結局使われ道はどういうことに使われてるんですか。はい、こちらで、集めた募金の方を、まあ、使ってですね、まあ、市内の事業所さんだったり、あ、市内じゃない、県内の、事業所さんだったり社協さんに車椅子とか、あとはリフト付き車両などのですね、寄付があるということですので、まあ、皆さんで力を合わせてこちらの資金を造成できればということですね、はい、でちょっと当日のですね、参加されるこのボランティアさんの募集自体はちょっと締め切ってはしまってるんですけれども、まあ、来年以降もおそらく私たちもまたご協力する形になるかとは思いますので、なるほど、はい、もう今年は募金という形でご協力いただければなと思いますのでよろしくお願いします。ぜひ、はい、近くを寄られる際にはぜひぜひプロテイン中山を、はい、生プロテインを、ね、見ていただこうかなと思うんです。生プロテイン、はい、某筋肉を、そうそうそう、某筋肉がまあまあまあ面白そうです、ね、ご覧いただけますので、はい、ついでにちょっとお気持ちいただければ、はい、募金していただければ、そうですよね、本当気持ちで十分ですもん ね、うん、ぜひ、よろしくお願いしたいですね。さあちょっとコメント来てるので紹介します、はい、大塚健二さん、講習や体験だけでなくつなげることもされているのは素敵ということで、お二人のこの、ね、ボランティアコーディネーターっていうお仕事ですね、はい、さらに人と関わる話はとても大切だと思います、はい、その心持ちがあって社会に出てどれだけできるかはテーマですね、ということですね、はい、そうですね、またその教育とかこういう講座を受けることによって受け入れる人の体制もどんどん変わってくると思うので、その当事者の気持ちを組むプラス、その人がどうやってこの社会でみんなと同じようにこう受け入れられるかっていうのもテーマだと思いますので、はい、ですね、それを学ぶ上でとっても素晴らしい講座だと思いますので、また来年以降も、はい、ちょっと、ね、やはりちょっと私たちも初めてだったのでちょっといろいろ課題が残ってしまったところがあるので、はいはいはい、もう改善していって、もうぜひまた来年以降も続けられたなということを考えておりますので、一応教職員向けですけど、なんかテーマによってはもしかしたら、はい、他の福祉関係 の、 専門職の方とかも学ばれたらいいかなって、ね、普通のこの、例えば学生さんとかね、こういうボランティアじゃないけど福祉系に住みたい方とか、そういったのはにとってもいい講座になると思います。いいんじゃないですか、ね、やっぱりこのアンケートの中でももっとこの受けれるこの門を広くしてほしいというご意見もあったので、ちょっとこちらも改善点の一つだなと思っていますので、来年以降も、まあ、教職員に限るのかもっと広い範囲にするのかっていうのもちょっと課題にしながらですね、ちょっとぜひぜひ続けられたらなということを考えております。本当ですね、はい、いいですね、はい、素晴らしい、はい、はいはい、それともう一つ、はい、チャリティーボーリングの方がまだまだ社協、絶賛大募集中というか、はい、購入してチケットを購入して、ぜひ社協バスの購入にご協力いただければと思っております、はい、そうです、はい、1500円で2ゲーム代込みでございます、はい、場所が、はい、ギノワンボールレントゥーセントラルマチナトボールとなっております、はいはい、9月30日まで、はい、ということですね、あともう1ヶ月ちょいになってきましたので、はい、こちらもラストスパートでございます ね、 そうですね、とりあえず FM ギノワンではですね、9月15日にボーリング、このチャリティーボーリング大会をしたいなと思ってますので、ぜひ皆さん楽しみながら交流しながらということで、はい、はい、ぜひ参加していただきたいですね、はい、こちらも、はい、ちゃんとね告知もしないといけないですね、今ボソッと言われましたよね、ちゃんとしてないので、ちゃんとしたいと思います。得意分野だと思うんですけれども、そうです、はい、大塚健二さんはお一人で夜、はい、チャリティーボーリングをしたということで、はい、お聞きしました、ありがとうございます。なかなかね一人ボーリングっていうのはできないですから偉いですよね、本当にありがとうございます。次はご一緒できれるといいですね、はい、なんか大塚健二さんがナイスプロテインさん、次はマラソンですねってコメントが、あれマラソンは、はい、そうなんですよ、個人的に那覇マラソンへ、はい、出るそうなんですよ、はい、あ、そうなんだ、そうなんですよ、はい、どうしよう、やばいことなっていた、そうなんですよ、はい、沿道から旗は振らせていただきます、はい、頑張ります、ね、何かこう目立つ社協のね、雰囲気で
やったらいかがですか。そうですね、これもちょっとあのやはりあの上長の方にですね許可を得てですね、はい、やってみたいと思います。ちょっと広告塔になってもらいましょうね。ちょっとなんか三男君のコスプレでもしながら、ね、そうですね、もう感想を6時間オーバーしてしまったらシャレにならんことですよ。それで感想できません、感想できませんでした。大変なことになりました。ということで、はい、次はじゃあ中山さんのちょっと感想をした、感想した感想もお聞きできたらいいなと思っておりますので、いいあのコメントを出せる頑張ろうかなと。そうですね、はいはい、よろしくお願いします。それでは、はい、ツイッターもやっているということで、そうですね、はいはい、ボランティアセンターの方ですね、ツイッターの方始めております、うん、はい、ツイッターのアカウントの方ですね、ギノワン、アンダーバー VOLギナワアンダーバー VOL の方で行っておりますので、うん、ぜひぜひフォローの方をよろしくお願いいたします。お願いします。はい、うん、はい、そろそろ、まあ、お時間も迫ってきましたので、はい、いつものように締めてもよろしいでしょうか。はい、はい、また来週も、聞いてください。本日、はい、何で笑ったんですか。いや、いいです、大丈夫です。聞いてくださいね、はい、今聞いてくださいねって言おうとするが、聞いてくださいって切ろうか迷った結果が今の間でした。なるほど。本日のお相手は総務係テリアとボランティアコーディネーター宇野川と、ボランティアコーディネーター中山ですと、はいはい、FM沖縄の山内です。はい、また来週も聞いてくださいね皆さん。それではせーのでいきます。はい、せーの、さよなら。はい、面白かったです。ありがとうございます。